いつも一人でイベントを出させていただいてることの方が多いんで、妹おるのが不思議な感じですね。なんかテレビとかは最近ちょっとずつ慣れてきたなって感じはあるんですけど、やっぱイベントに、いや今も囲み取材って何みたいな、あれみたいな、あやったことなかったっけと思って、じゃなかったみたいで、ちょっとテンション上がってるみたいです。上がってるやろ、はい、妹さんどうですか。やっぱりなんか芸能人みたいじゃない囲み取材って、そうなんかあの1年前まで普通に高校行ってたから、全然こういう経験がないから、ちょっとこういう囲み取材とか言われたらちょっとテンション上がります。しかもお姉ちゃんと、やからなんかちょっと安心感は絶対あるし、しかも知ってたアイフェイスやん。あ確かに嬉しいよな、親近感あって。そう使ってたし、うん、あの愛用してたから、はい、お姉ちゃんとこうやってイベントできて嬉しいです。はい、暑さ対策、あ、冷えピタ張る。家で冷えピタ張って過ごしてます。確かに、何なんかやってる。なんやろ、なんか首に巻くやつ。 あれめっちゃいいよな。そこになんか冷たいやつ、クーラーみたいな、クーラーみたいなやつもついてるし、冷感なんちゃらみたいな、うん、あ、はいはいはい、冷感タオルみたいなやつとかをあの首に巻いて生きてます、うん、あと氷は必須。確かに暑さには強い方ですか。いやめっちゃ弱いです。だからほんまに夏は大好きなんですけど、わかる。なんかな、今年なんかめっちゃ暑ない、めっちゃ暑いよな。そう、大阪が特に暑いんですよ。そうそうでしょう、多分ね。そうだからそれちょっとな、そうなんかちょっと息できひんぐらい暑い。わかるわかるわかる、クーラーガンガンやな、ガン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 、はい。私はキックボクシング通ってます。はい、ですよね、うん、すごい。で妹は、妹、私はなんか、あ、最近なんか言ってた、さっき。そう、筋トレとかするようになったんですけど、もともと部活やってて、うん、体力はまだある方やから、うん、まだ耐えてますね、この暑さには、うん、部活何やってたんですか。バスケ部です。あ、バスケ部。そうです。結構動ける感じやったよ。そうですね、体力には自信がある。そうですね、ちょっとやらせてもらってます。やばすぎ、はい。お姉さんは部活かなんか。部活は帰宅部です。帰宅部、はい。今はキックボクシング。今はキックボクシングで、ね、そうですね、もう筋肉痛です。あちこちがすごい筋肉痛。痛そうやもんな。背中も筋肉痛です。腹筋も筋肉痛。今、まあいいことや、いいことやな、うん、まあ引き締まってますから。でもいや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 、もうなんか私すっごい変わるから、5キロ変動するから体重、まあ、そういう時もあるよ。1週間で な、うん、やってみたいことは、なんやろ、全国の CM に出てみたい。すごい。この前初めて関西で、私のもうめちゃくちゃ行ってたプールの CM させてもらって、で、あ、そこで夢が一個叶ったって感じだったんで、次は全国の皆さんに CM 出たいなみたいな。確かに、感じ思いますね。あと姉妹でもやりたいし。やりたいね、なんな。 CM ってまだ出てないんで。そうです、関西の CM は今やらせていただいてるんですけど、なんかあの全国の CM はまだやったことないんで、だからやってみたいです。妹、はい、さん何かありますか。やっぱりお姉ちゃんとテレビ出してもらったりとか多いから、やっぱ一人のお仕事を増やして、まあ一人でもちゃんと喋れるように、今成長期なんかなと思って勉強してるんで、まあもっとこの1年で、うん、頑張りたいなって思ってます。頑張れ、頑張ります。頑張れ。自信あります？一人で。あ、大丈夫です。大丈夫。そこありますよ。大丈夫です。何それ。ごめんごめん、語彙力なくて。あ、そうやな、ごめん、国語力ないんすよ。はい、二人で、あの、このポーズ、それと一緒にポーズいってもそうですね、ハートと、いただきます。ありがとうございます。はい、大丈夫そうでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、赤組の方、大丈夫そうでしょうか。